天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権男子の準決勝は第2試合ポーレ対サントリーの一戦。ポーレはこのジョルジェフ3年ぶりのファイナル進出、優勝を目指します。サントリーこちらは6年ぶりの優勝を目指します。試合は第1セット序盤からジョルジェフに当たりが出ました。ポイントを重ねていきます。これで7点目ジョルジェフ、リードをじりじりと広げていきます。一方のサントリー、この粘りからエスコバル、これで1点差。さらに注目選手の柳田がこのバックアタック、ブロックアウト、13対13と追いつきます。しかし終盤この接戦からトーレがやはりジョルジェフ、このままトーレがセットポイントを握って最後もジョルジェフが決めました。第1セットをトーレが取ります。第2セットに入りました。好調ジョルジェフ、この第2セットも得点を重ねていきます。それに呼応するかのように富松もブロック、10対5。苦しいサントリーはベテラン山村を投入、その山村がこのブロック。しかしトーレはジョルジェフがバックアタックを決めて20点目。さらにエスコバルをリハクが止めて22点目。さあセットポイントをトーレが握りますが、トーレにもミス、サントリーが粘ります。しかし最後はサーブミス、第2セットをトーレが取りました。第3セット、サントリーはこのセット先発の山村、しかしジョルジェフ徐々にまた得点を重ねていきます。8対7。さらにサントリーの攻撃をまたもや富松、ブロックポイントで15点目。ここもこの粘りから最後は東レ富松のブロック。このまま東レがマッチポイントを握って、最後はリハク、エスコバルを止めてセットカウント3対0、東レが決勝進出を決めています。さあいよいよ明日はタイトルのかかる決勝戦になりますが、どんなプレーしたいでしょうか。This year we lost two times, 3-0, 3-0. I think it's time for revenge. So tomorrow I want to win a gold medal and all the team, we want to win a gold medal. これまでですね、残念ながらトヨタ合成さんには負けを喫しております。しかし明日は私どもが勝つチャンスが巡ってきました。それによってですね、必ず全員に金メダルをもたらしてチーム一丸、それから東レアローズ全体、それからファンの皆さんと一緒に金メダルを持って帰りたいと思っております。おめでとうございました。ジョルジェフ選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ明日の決勝、今シーズンあの豊田合成には勝っていませんが、その豊田合成戦、どんなところがポイントになりそうでしょうか。そうですね、やっぱり今日はサーブでかなり攻めて いけたので、やっぱそのサーブを明日も出せれば、まあ豊田合成さんには今シーズンまだ勝ってないですけど、
なんとか一発勝負なんで、もう一発だけ勝てればいいと思うんで、やっぱ明日に気持ちと勢いを全部出していけば、なんとか戦えると思うんで、やっぱ攻める気持ちを持って戦っていきたいと思います。では最後に場内の皆さんにも一言お願いします。はい、今日は応援ありがとうございます。まだ明日もう一個残ってるんで、明日なんとかみんなで喜びたいと思います。今日はありがとうございました。富山選手でした。おめでとうございました。